戦略。どうもこんにちは、篠原です。今回はですね、まあ受験生というか高1、高2ですねに向けて話したいと思います。だから受験生はもう今更この話聞いたところで、しょうがないんで勉強してくださいということで、高1高2向けに戦略の大事性に、大事性、重要性について話したいと思います。はい、戦略ですね。で、まあ多分ですね、学校で高1高2とかだと、まあ先輩とかね、見てると思うんですけど、この時期にそんな焦ってるのっていう先輩いないですか？ダサみたいな。なんで焦ってんの？人いない。で、それって、格好悪いじゃないですか、純粋に。格好悪いでしょ。なんでもっと早く準備しておかなかったのって思う人いないですか？で、それはですね、戦略がないんですよ。要するに考えてないんですよね。で、受験勉強ってやっぱりその1年とか長期的なスパンでやるもんだから、そりゃね、考えないとダメなんですよ。で、例えばなんですけど、まあ受験勉強、まあ例えば東大とか京大受かろうと思うと2年ぐらいですね、受験勉強をやらないといけないんですけど、この2年っていうと、まあビル1個建ちますよ、2年あれば。で、そのビルをですね、設計図なしで、なんか地盤緩そうだから杭とか打っとくみたいな、そういうノリで作ってたら失敗すると思いませんか？なんか危なそうじゃない？うわ、ここドア通す予定だったのになんか水道管通ってるよとかってなったら、失敗しそうじゃない？っていう風に、この2年とかそういう期間勉強するために、勉強かける受験勉強を戦略なしで、設計図なしでやるっていうのは非常に愚かなんです。だから今先輩ら見て、うわ今頃あんな焦ってでもどうせ遅いだろうなとかってバカだなって思ってるかもしれないけど、何も考えてないと同じことが自分の身に降りかかってくるんですよね。で、だからこそ戦略、いつまでに何をするのか、どういう状態であればいいのか、そもそも目指すべきゴールは何なのかっていうことを一個一個ちゃんと考えてやっとかないと大失敗します。受験勉強は当たり前のようにこけます。当たり前のようにこけるんで、受験勉強の戦略、戦い方っていうのは絶対に考えた方がいいですね。で、まあ僕の動画とかでも言ってるんですけど、僕の動画はね、どちらかというとその戦略を実行するための一つ一つのノウハウなんですよね。だから、まあ、なんでしょうね、まあ、バトルフィールドで言うなら、ポイントが ABC であるじゃないですか。で、どこを取るんだと。どこを取るのっていう話をまずして、じゃあ、まあ例えば ABC の3ポイントを抑えようと、コンクエで取ろうって思って、で、そこにいた時に一人一人の敵を倒す銃の撃ち方とかグレネードの投げ方とかっていうのは勉強法なんだけど、じゃあそもそもこの3つでいいのかと、地理的にはこっちの方が取りやすいとか、あるいは4つ占拠してここに押し込めといた方がいいんじゃないかとかっていう方がいいんですよね、考え方。そういうことを考えないとやっぱり受験勉強っていうのはうまくいきにくいということですね。ぜひですね、戦略、頭を使ってこの辺は考えないといけないところですね。で、まあ正直僕はこういう戦略とかを、まあ何でしょう、多分2、300人作ってきたし、何でしょうね、まあ生徒、今僕が受け持ってる生徒にも一人一人作ってるから一人一人まあ結果が出てるんですけど、なんでしょうね、そういう、なんでしょう、まあ、僕は一応その道のプロなんで、そういうことを作ってあげてるんですけど、まあ、こういうプロみたいなやつに頼むか、それか自分で作らないと、2年ですからね、東大とか京大、まあ、少なくとも普通の大学でも1年間は受験勉強するじゃないですか、もしくは半年ですね、半年もあれば家1軒建ちますからね、その家1軒を、なんか、設計図なしで作るって、ものすごい危険、リスキー、ハイリスク、ゼロリターンですね。だからぜひですね、この戦略っていうのはすごい大事。学校では教えないんですよ。なんでかっていうと、学校ではその戦略を持って一人一人が考えて勉強しだすと困るんですよね。先生の授業聞いてくれなくなるから。学校の先生はどちらかというと、まあ公務員なので自分のサービスを提供して聞かせることが大事。あと純粋に自分の年齢の半分ぐらいのガキンチョが自分の話してるの聞かないのに純粋にムカつくんで、まあ話聞けっていうのと、あとまあ話聞けっていうのが先生の仕事なんで、まあ大体の先生は内職してると、おいお前話聞かんかいと怒るわけですよね。で、
なんで戦略は教えたくないんですよ、学校の先生。多分大事なの分かってるんだけど、黙ってるんですよね。で、文部科学省もそうです。文部科学省の役人って、国家公務員試験受かってるんで、国家公務員試験受けるために戦略立てなかったわけがないんですよ。わけがないんだけど、それは教育課程に入れると、めんどくさいので、日本国民全体の知性が下がってもいいから、役人としての仕事をやるんですよね。そういうもんなんで、この戦略っていうのがないと失敗する。で、ちょっとね、自慢みたいになっちゃうかもしれないけど、僕の生徒はすごい成績上がるんですよ。3ヶ月で偏差値10上がるとかザラなんですよ。で、なんでそれがザラかっていうと、誰も戦略考えてないからです。だから一人だけ戦略考えてない、それぐらいバーンって上がるんで、戦略は本当に大事、本当に大事なんで、ぜひですね、高1高2、今受験生見てバカだなお前らって思ってるんだったら、自分がそうならないように戦略を立てて、この1月の時期とかあんまり焦らないように、今のうちからやっていきましょう。多分焦る羽目になりますけどね。僕も余裕が出てきたのはセンター試験を受ける3日前ぐらいですね。3日前ぐらいからめっちゃ暇になるんですよ。することがないんですよね、なんか大体そういう状態になります。予想問題も全部やったし、過去問も全部やったし、点数も届いてるし、何しようみたいな、でも読むかみたいな、そんな感じになりますんで、そんな感じにぜひ持っていくためにも今のうちに戦略を立てていきましょう。一応戦略に立てるノウハウについては、僕のホームページとかいろいろ載ってるんで、それも見てみてください。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。